こんにちは。早速見ていきます。まずはドラゴンのレジェンドフォロワー。本体効果は失踪。ファンファーレは PP ブースト。4点 AOE。7コスト以上のドラゴンフォロワーが3枚以上手札にあるなら6点 AOE。必殺、守護、ドレインオフよ。ドラズエルがローテ落ちするのでその代わりのカード。そういう感じの効果にはなっています。ただドラズエルの強かった部分はデバフと破壊負荷。あとは体力の多さだったので使い勝手は違います。1コストドローもそうですね。一見代替品に見えてまるっきり別物です。回復に条件もありますしね。ただ竜神ランプデッキであれば最強カードになるので、私的にはありがたいカードです。バニティ代価でスーパードレインも見えてきますし、不満点がありません。あと書き忘れましたが、このカード使いフォロワーです。アイアロンからサーチすることが可能なカードになっているので、確定サーチか撃破もこれにはにっこりです。今のフォルテも確定サーチできればいいんですけどね。強すぎるからダメなんでしょうけど、最後だしサーチできてもいいかなって感じです。まあシンプルに強いカード、下手したら最強カード、そんな感じのカードですね。お次はバンプのゴールドスペル、AOE4 点と2枚ドロー。復讐か狂乱なら相手リーダーに4ダメージ、自分のリーダーを4回復、そして PP を2回復。とりあえずハウリングデーモン様のご機関に近いカードですね。そしてこれを追加するならマステマは別の形で欲しかった。そういう風に思ってしまいます。結局マステマが使えるのも5ターン目だったりしますし、アンダーテンバンプのカードを追加しすぎたらまずいか。ほなら狂乱でお茶濁しでもしておこう。そんな感じのマステマ追加に見えてしまいます。と、思ったのもつかの間でして、今回は偽パズズの追加がありましたね。ドローすることに意味がありますし、場合によってはアンダーテンバンクと組み合わせることも視野にあるので、マステマもロンドもあるだけお得です。ドローして融合して火力を伸ばしていく、そういう世界がありますね。問題はユリアス1枚で打点もドローも解決する場合、そうなったら別にマステマはいりません。難しいね。あとは八極のやたら回復してくれる狂乱の補充。そこの補填があるのかどうか。あったら機械と自然はどうなるのか。そこも補填したらアンダーテンとか追加できるのか。渇望という効果はどこに行ったのか。いろいろと気になっちゃいますね。とりあえずこのカードの評価はそこそこ高めです。コンセプトが形になるかどうか次第ですね。お次はネクロのゴールドフォロワー。本体効果は選択不可。ファンファーレは手札に3枚以上機械カードがある場合に発動で、ラストワードでニコラが帰ってくる仕組みを付与します。そして進化後は禁断の圧力を1枚手札に加える。直訳なので多分違いますけど、圧力はこちら、融合持ちのカードになっていて、効果は X ダメージの AOE。X は自分の場の機械カードの数、そして融合していた場合は相手のリーダーにも X ダメージ。そんな感じでニコラが追加されます。正直突進もなしでこのカードは使えないと思うんですけど、どうなんでしょうね。ファンファーレだからリアニメイとしてもあれですし、2コストで5点ダメージを出すにしても盤面依存。現状のカードだけだと最弱でもおかしくない気がします。ただここにエンネアとまんまるが来るとした場合、おそらくゴールドスペルも機械関係になるはずなので、相当ダメージは出しやすいんだと思います。そうなってくるとニコラに進化をするだけで15点くらい見えてきますし、あまりに弱すぎてうさんくさすぎます。もしくは2ターン目に出すカードじゃない場合ですね。フィニッシャー要因として見る場合の2コストってあると思うんですけど、その場合はスタッツなんてどうでもいいので強いかもしれません。しかもおまけで2ターン目に出してもいいよ。そういうカードだったらむしろ便利な可能性を秘めています。まあ追加カード次第ですね。現状はわかりません。そんな感じで多分今日は終わりのはずです。枚数が多いので自信はありません。そして枚数が多いので見えにくいんですけど表を作りました。多分新規、過去ストーリー、プラスもう1枚のレジェンドなんですよね。ローラでわからなくなりましたけど、多分バイディでしょうし、ローラは位置的には3枚目って感じがしています。そしてもはや見なくてもわかる新カードが多いですね。この流れでいくとラティカやミストリナ、エンネア、モノ、テトラ、ララミアもありえそうですね。あとはローラから読み取るにリーダースキンカードの再録でしょうか。大体リーダースキンカードですからね。そうなると後半に円楽でしょうか。
まだそこはわかりませんね。とりあえずバフドラが強かったら全てが無意味なので、新カードよりもそっちが知りたいところです。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。